ジェネトークお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジェネションでーす。ということで今日のメンバーは僕、片寄レオタとパフォーマー小森隼人と関口メンディーです。よろしくお願いします。お願いします。今日はなんと、はい、重大な発表があります。お、何ですか何ですか。ジェネの新曲がテレビアニメワンピースの主題歌に決定しました。ありがとうございます。信じられない。BGM 流れてますね。信じられないよね。 BGM が流れてます。初め聞いた時もびっくりしたよね。ねえ、やばいっすよね。いや本当にもうめちゃくちゃ嬉しいです。本当にスタッフさんのねお力添えと、ね、リアルだね。うん、いやでも流れの楽しみですね。そうですね。どんなオープニングの自分らの曲がかかるのかっていうの楽しみですけどね。楽しみですね。真っ白とかあるかもしれないよ、曲だけみたいな。ないでしょ。そんなんないでしょ。キャラ出てくるんだろ。放送事故じゃないか。まだこの曲は流せないんだよね。そうそう、この曲自体はまだ流せない。まだね、うん、はいはい。その曲でさ、でここら辺でさ、ルフィ出てきてさ、ここら辺でゴムゴムのガトリングでさ、みたいな。うん、そうそうそう、そういうこと。大体ガトリングしないんですよね、オープニングって。え、ゴムゴムの斧のピストルっすね、大体。ガトリングじゃない。オープニングで。ルフィは大体。あ、そうなんだ。大体技出さないんで。そうかそうかそうか。他になんかオープニングで特徴的なとこってあんの？チョッパーが大きくなるとか、そういうスタンスで。ランブル？そう、ランブルボール食べて、パーンってでかくなってパーンみたいな感じが多い。あとサンチがとりあえず周り蹴りとかそういうスタンスが多い。とりあえずなの？そう、とりあえずなんかね、流れてバーってメンバー出てきて、そういうのが多い。なるほどね。いやー、楽しみだな。いやめちゃくちゃ楽しみ。楽曲もめちゃくちゃいいね、曲だし。そうだね。歌詞とかもね、ちょっとこう、ワンピースの世界観にハマってる感じもある。でもなんか今のさ、ジェネレーションズらしいさ、うんうんうん、なんか荒削りな部分とかもさ、すごいさ、その楽曲で表現されてるから、うんうん、すごい等身大でもあるし、でもね、そのワンピースのね、あの麦わらたちのスタンスにもやっぱ合わせてきてるなって思う。そうだよね。そうだよね。詳しくは少年ジャンプの最新号をチェックしてください。やべえ、マジ買わないとだよ、これは。見てほしい。3冊ぐらい買うわ、俺。やばいね。やばい、本当に。僕らが乗る号だけ多分8個ブスめっちゃ多くしていただいて、ね、みんなに買ってもらいたいね。全国のね。全国の皆さん。コンビニなどなど。そう、などなど。書店などなどから。楽しみだね。はい、これでリアルに、小田先生も知ってくれて、ジェネの、ハヤトくんがなんて言われた時には。もう。やべえな。ハヤトもジーコのキャラクターがワンピースに出てきた。やばい、もう。そしたらもういろんなもののトップが出てきた。と言いながらメンディーさんモチーフの人が出てきたりする。多いんですよね。結局その可能性を。やりやすい。やりやすい。結局その。メンサーの方がやりやすいですからね。多分、まあ、ジェネメンバー全員のなんかさ、ジェネレーションズをワンピースキャラにしたらみたいな。欲しいよね。見たいよね。今までキャラになったら多分キムタクさんぐらい。あ、そうなの。そこまで行かないとダメか。ルフィと二人で。あと唯一書いたとしたら、ナルトが最終回の時にオープニングのその一番初めのページでナルトとルフィがラーメン食ってるシーンを書いたぐらいだよ。ナルトで？そう、ナルトが、そう、ジャンプでナルトが最終回の巻があって、うん、その週があって、うん、その時のワンピース一番最初の扉の絵が、うん、ルフィとナルトがラーメン食ってて、メニューがバーって後ろに貼られてるんだけど、それの頭文字全部取っていくと、ナルトお疲れ様ってなって、みたいな。すごい。みたいな。てか、そもそも詳しすぎだろ。っていうのを唯一書いたぐらい。で、ナルトの最終回の時には、うん、そのナルトの五影の岩があるんだけど、うん、それにナルトの息子が落書きした時に、一番最後に書いてある、ナルトの顔岩、ナルトじゃねえな、誰かの顔岩のところに、ワンピースの海賊のルフィの麦わらマークが書いてある。ナルトの方では鳥肌鳥肌すごい。なんかそういう感じじゃないと書かない。あ、もうだから先生は先生レベルになると、ね、やっぱ粋だね。そう、ほんと粋なんですよ。漫画家は粋なんです。ちょっとこっちからマクション起こしてさ、これから毎日みんな麦わら帽子みたいな話題にしたいということで先生っつってということで、ジェネトーク今週もよろしくお願いします。お願いします。じゃあここで一曲、メンディさんおすすめの曲があるということで、はい、これは曲振りをお願いします。過去にワンピースの主題歌となった、はい、この曲でございます。お、ボルダー5さんです。